おっちゃり猫ブリジットと後藤留美子のおしゃべりな時間。ちょっと久しぶりの動画になってしまいましたけども、今日は年を重ねるということについてお話をしたいと思います。私皆さんご存知だと思いますけども、73歳でございます。1950年8月5日生まれ、豪の虎で獅子座ですよそうですね、年を重ねるってどういうことかなって、私は人によって違うと思いますけども、私は楽しい、とっても楽しいですね。だって経験たくさん重ねて、やっぱりだんだん賢くなってきてると思うんですよ。若い頃はなんか本当にわがままでおバカでしたね。やっぱり年々本当賢くなってると思います。そしてそうですね、皆さん私と同じぐらいの年齢とか上の方は分かってると思いますけども、はい、若い方も年を重ねること本当に楽しみにして生きてください。だいたいね、30代なんてワインで言ったら発酵中、熟成が始まるのが40歳くらいから、そして熟成が10年か15年かその人によって違うと思いますけども、その後が本当に素晴らしい時間になると思いますよ。ブリちゃんまだね、まだ9歳だからねブリストの猫ではね、もう中年なんですけどね、はい、若さって若い人が思うほどそんな素敵なことではないと思います。ごめんなさい。でも若いということは可能性たくさん秘めてて素晴らしいですよね。少しずつで進歩しておけばとても素敵な大人になると思います。私ですか、はい、少しずつですけども進歩し続けてます、はい、それからですね、年を重ねていいこと、まず60歳から映画が1300円で見られます。この間映画見に行ったんですけども、お友達はまだ若かったので2000円、私は1300円で、あー、ラッキーですねもっと映画たくさん見ないとね。あと年を取るっていうというか、よく聞くんですけども、年だから覚えられない、年だからこんなことできないっていう人たまにいますよね。でも若い時とか子供の時はやっぱり勉強ができる子、できない子とか、頭がいい人、悪い人、いましたよね。年取ると全部年のせいにできちゃうんですよ。ね、ブリジット。そうですね。あと、そう。年は、年齢はただの数字とかって、聞くときありますけども、ただの数字っていうのは年を重ねた人には失礼じゃないかなと思います。年齢というのはその人の年輪、歴史だと思うんですよね。だから歴史が長くなった方っていうか、私も随分長くなってきてますけども、やっぱり自分の歴史に誇りを持って、生きていただきたいと思います。若い方たちもこれから素敵な歴史を重ねてくださいね。あー、ブリちゃん嫌なの？じゃあブリジットはもう、はい、バイバイって、はい、バイバイ。あー、毛がいっぱいついちゃった。そうですね、例えばワインは若い木ではブドウの実がたくさんなるんですけども、だんだん年を取ってとか、もうそうね、樹齢もう40年50年って言うとブドウは少なくなるんですけども、一粒一粒の美味しさが全然違うんですね。だからロマネコンティなんて樹齢15年なんていうのはロマネコンティにの畑でもできないんですね、はい、そう、ワインのようにのブドウのように生きていきたいなと思います、はい、あと何でしょうね、ちょっと待ってくださいね、年を重ねていいことってやっぱりそうですね、若い時よりかまあできること多いですよね。自転車の両手話はもうできないんですけども、はい、いろんなことが、若い時よりか今のところはうまくなってると思います。あと10年20年後ってちょっとわからないですけども、少しずつでも進歩し続けたいと思います。とにかく年を重ねるということはとっても楽しくて素敵なことだと思いますよ。あ、
でもそうですね、うちの息子なんか私にこの前言ったんですけども、ママを見てると年を取るのは怖くなくなるって。嬉しいですね。でもちょっとプレッシャーです。娘は私の精神年齢18歳ってこの間言いました。それは褒め言葉ではないと思います。私精神年齢はちゃんとに年齢相応にのものがあると思いますよ。さあ、では還暦以上の方々、皆さん楽しんでくださいね。本当に青春時代なんていいっていう方たくさんいらっしゃるみたいだけど、青春時代なんて本当つまらなかったです。今の方がずっと楽しいですよ。それね、やっぱり運動して健康で、ちゃんとしたものを食べて健康で、運動して体も引き締めてですね、筋肉つけて。やっぱり外見も気を使わないとダメですね。そうな、中身、もちろん中身が一番ですけども、外見の話っていうと、前にも言ったことあるかもしれませんけども、私、冷蔵庫整理してるときに、干からびたグレープフルーツを見つけたんです。で、捨てようと思ったんですけども、ほんと干からびてたんですよ。捨てようと思ったんですけども、まあ一応中見てみようと思って、切ったんですね。そうしたらすごくみずみずしいんですよ。で、食べたらまあ甘くて、本当に美味しかったんです。私感動しました。して年を重ねるってなんて素敵なんだろうって思ったんですね。でもそこから学んだことは、やっぱり外見も気をつけないと、まあグレープフルーツ切ってあげる前に捨てられた可能性強いんですよね。ということで、健康とお肌の手入れ気をつけて、毎日少しずつ進歩したら、ずっと楽しい、幸せな人生になると思います。そう、若い方も本当に年を重ねること楽しみにしてください。じゃ、またね。バイバイ。